毎度ネギ前です。はい、というわけで今回はこちら。すいません、めっちゃ遅れました。これ前に大阪帰った時に浦道お兄さんのグッズ開封動画撮って、でその浦道お兄さんのグッズを買った時にこれを一緒に買ってたんですよ。それをまだ動画に撮れてなかったので今日は撮っていこうと思います。ちなみにこの袋弓100とは関係ないんですけど、中身は今日3つだけ、アイドリッシュセブン初のi7の開封をやっていこうと思います。なんかラブライブとか私そうだったんですけど、アプリをやるとすっごいそれに集中しちゃって、ハマったら沼って分かっててちょっと制限かけてたんですけど、実はコツコツやってて、もうとうとうグッズにまで手を出すか。なので今日はこの3つを開けていこうと思います。ちなみにこれはアクリルネームタグってなってて、種類はこの全12種類入ってて、まあ、こういう感じでキャラクターと、あとここに自分の名前とかそういうのが書けるようになってます。だから別に自分の名前じゃなくても、このキャラクター、出てきたキャラクターの名前書いてもいいかなって思ってます。そしてもう一つがこちらです。キャラバッジコレクション、これは全7種類アイドリッシュセブンの方々の7名のうちの誰かが入ってます。それでは開けていきましょう。じゃあまずこっち、あ、じゃあまずこのキャラバッジコレクションが2つあるので、まずこちら開けていきます。ちなみにね、今のところ特に推しは決まってないんですけど、まあ、強いて言うならヤマトさんが私的に一番タイプかな。それではちょっとどんな感じで入ってるかわからないんですけど、上だけカットしてみました。じゃあ出していきます。これ台紙だけが、あ、こっちや。せーの、ほっ、あ、大阪総合様、総合さんです。あ、しかもね、これちょっと全然見てなかったわ。めっちゃマットタイプになってます。わかるかな、このあんまりツヤツヤしすぎてない感じ、マットになってます。あ、すごいこれ、あ、かっこいい。なるほど。でもなんか爪とかでピッてやっても傷がつきにくいタイプのマット素材かなって思います。よく漫画のカバーとかでマットっぽいやつあると思うんですけど、そういう感じじゃないです。だから多少爪とか当たっちゃっても大丈夫。わ、かわいい。そしたら次2人目いきます。誰が来るのか、せーの、ほっ、あ、みつきくん、いやー、かわいい。私明るい系のキャラクターも好きなんですけど、めっちゃ可愛いですよね。でもかっこいい。あー、いらっしゃいませ、ありがとうございます。そしたらすいません、3つしか買ってなかったんで次で最後です。これがネームタグ、さっきはアイドリッシュセブンさんの7名の中から1人入ってるっていう感じだったんですけど、こっちはアイドリッシュセブンさん7名と、あとトリガーさんの3名とリバーレさんの2名が入ってます。これは誰が来るのか。キャラクター多いと集める、なんかトレーニングするの大変やけど、その分楽しいですよね。それではいきます。多分これも台紙かな、うん、はい。これを取ったらキャラクターがいます。さあ行きます。最後、せーの、あ、ほ、ごめんなさい、裏目やった。リクくんがいらっしゃいました。かわいい。もうこの頑張り屋さんのところがすごいいい。七瀬リクくんです。18歳でしたっけ。なんかほんま18歳に見えない努力家、すごい大人びた感じだけど無邪気な感じのところもあって、めっちゃ可愛い。いらっしゃいませ。しかも思ってたより大きかった。私結構手大きいんですけど、広げてもこれぐらいあります。ということで今回はこちらの3名の方々がお越しくださいました。こんな感じであんまり多くは買えないんですけど、ちょっとずついろんな作品のものを開封していきたいと思います。ということで皆さん、こちら私はアニメイトで購入してきました。見つけたらぜひトレーディングしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイドー。